たきたきたー。はい、どうもアニマルパテモソでございます。さて、昨日言っていたアロワナが来ました。アジアンアロワナ、高瀬金龍でございます。高瀬金龍と加瀬金龍のハイブリッドだそうですけども、どんなアロワナなんでしょうか。はい、出ましたね。こんな感じでございます。思ったより大きい、20センチ以上あるんじゃないかな。とっても元気なアロワナでございます。でですね、まあ見てもらってわかると思うんですけども、ヒゲが1本ありません。これね、最初から分かってました。はい、1本ないんですよ。単純に入札してからよく読んだら気づいたっていうかね、もうどんだけ適当に入札しとんねんいう話なんですけど、まあでもこれもいいかなと。なんかヒゲも再生がちょっと見られてますので、まあ戻っていくと思いますが、保証はできませんみたいな感じで書いてあったんですけども、まあいいです。まあこれぐらいヒゲが切れる人も多分いると思うんで、これぐらいのヒゲ切れで再生するのかどうかっていうのもね、見るのをこれまた楽しみだということでね、こういう感じでね、なんかね、下のね、お腹のとこのヒレがね、2本あるんですけど、それが1本しかないで、先天性でないっていうやつもいたんですけど、それはさすがにちょっと嫌かなと思ったんでね、これにしました。はい、でですね、まあとりあえず水合わせするんですけども、水槽がねこんなでかいと思ってなかったんで、どうすっかなと。そしてね、90センチ水槽に入ってたポリプテルスセネガルス、レオパードクテノポマ、あとあれですね、ガーですね、はい、ガーは移動させました。ブラントノーズガー、ね、移動させまして、90センチ水槽にこいつをね入れちゃおうかなと思います。あ、ちょっとこぼれましたよ、ね、横ちょっとこぼれちゃってます、今拭いてますね。まあですので、90センチ水槽で透明飼育しようかなと。最初はでも意外にもっとちっちゃいかなと思ったら、10何センチぐらいで30センチ水槽でもいいかなと思ったら、いや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 、無理無理無理みたいな。これ20センチ以上あるよな。でですね、アロワナ、やっぱり横から見ないとね、どんな感じなのかわからないと思うんですけども、まあ、とりあえず先にちょっともう水合わせしてね、入れたいと思いますので、入れてから全貌はお見せしようかなと思っております。25,000円、まあちょっと安かったんですけどね、ヒレ切れやったから、まあちょっと安かったというか、安くで落札できたんですけども、25,000円のアロワナちゃん、はい、いかほどのものなのか、こうご期待。もうちょっとヒゲ治ってよ。ヒゲ治るんかなっていうので結構楽しみないから、ヒゲ治ってよ。多分半年ぐらいかかるかな、どうなのかちょっと分かりませんけども、ヒゲ再生も含めてこのアロワナちゃんを飼育していきたいと思います。でですね、まず先にこちらですね、国際希少種の登録製品認定っていうのがありまして、こちらの方、アジアロワナの方っていうのはワシントン条約で禁止されている生態なんですけども、ブリードにより、ブリードに限り、売買が、できるようになっております。ですが、やっぱり希少種、希少な種なんで、こういうふうに届け出をしないといけません。私もそのブリーダーが勝手に、ブリーダーではないかな、買ってきた人から書類をいただき、こうやって譲渡譲り受けの登録をしました。はい、まあ、こちらの方はとても大事です。はい、しないと買うことができませんので、アジアアロワナに限り、シルバーアロワナ、ブラックアロワナ関係ないんですが、アジアアロワナに限りやらないといけません。というわけで2時間ほど水合わせも終わり、まあ他の水槽も水替えなんかしてたんですけども、この水槽ももう水替えちょっとしました。3分の1ほど水替えして、昨日メダカ買ってきたんでね、メダカもちょびっとだけ泳がしておきます。さあ入りますかね、入らない、入りました。さあ投入です。あ、結構でかいな、こうやって見てもな。まあだけどこの倍以上にはなるからね。こんな感じのアロワナちゃんでございます。90センチ水槽これ持っといてよかったな。まあそのうち多分うちのおかんにあげると思いますけどね、この水槽ね。
でしっかり蓋をして上にあの重しをやっとかないとダイブしますこいつはね。こんな感じのアジアロワナ金龍、高瀬金龍、はい、どうなんでしょうね。僕もよくわからないんで、この高瀬金龍、まあ、高瀬金龍なのかどうかも自分ではよく分かってないんですけども、まあ要はこの胴体の真ん中ら辺に横にね点点点点点でつぶつぶがあるんですけど、それよりも上の方まで金色が出る、個体が高瀬金龍というそうなんですけども、まあなんか出てるような出てないような、あと藍底、藍底、このあの鱗の金の内側に濃い部分が結構ある、うん、アロワナ、はい、あの高瀬金龍だそうですけども、まあその辺ももっと発色しっかりしてくれるのかな、わかりませんが、まあだけど金色っちゃ金色、まあね、金少なくとも金龍なんで金色にはなるとは思います。はい、というわけでこのように優雅に泳いで、まあなんとか入りました水槽にね。こっから10年15年と生きるそうですので、大事に、うん、大事に、はい、たまには厳しく育てていきたいなと思います。というわけでアニマルポテモソでございました。あと書類もついてました、はい、書類、ファームのね証明書もありました。というわけでアニマルポテモソでございました。アニモー。